S, S. アザン・クロスは2011年4月に結成された鹿児島県のご当地女性アイドルグループである。2018年には日本各地のご当地アイドル日本一を決定する大会 UMU アワードご当地アイドルナンバーワン決定戦で全国の頂点に輝いた。鹿児島市に拠点を置く芸能プロダクションのスターゲートプロモーションが運営し、 新前大使のような活躍で地域を元気づけることを目標に商店街や自治体のイベント出演など地元密着の仕事が多い地元 PR 型アイドルである九州新幹線鹿児島博多間全線開業を記念し鹿児島県発の観光 PR アイドルユニットとして2011年4月に S アザンクロスは結成された AKB48 にあやかって 鹿児島プロモーション評議会の民間有志が企画した。2010年暮れからメンバー募集を開始し、翌春、鹿児島検定を使って、地域の予備知識を審査するなどオーディションを実施し、応募者、約150人の中から、中高生や、短大生、OL、主婦、看護師など14歳から31歳の15人を選び、一期生として13名で活動を開始した。 初ライブは2011年7月31日に、鹿児島市にある SR ホールで開催され、以降7月と8月だけで県内外で6つのイベントに出演し、鹿児島を応援するオリジナル曲、チェストを披露した。シアターエッグ2012年は大きな成長の年となった。最初の成果は、定期的にライブが行える拠点を得たことである。2012年4月に、 鹿児島市の繁華街、天文館にある、カリーの天文館6階に、ライブとレッスンを行うための拠点として、シアターエッグが開設され、定期ライブやメンバーの生誕祭といったイベントや、グッズ販売を行えるようになった。また、新たに2期生が加入した。2012年8月の時点では、14歳から22歳の11人が、県内外のイベントなどで活動している。 活動の場もさらに広がった。4月には、鹿児島春祭り大半夜2012で2日間にわたり、ライブを実施したほか、同じく、鹿児島市を拠点とする、第10管区海上保安本部から、マリンレジャー安全推進ガールに任命され、鹿児島本港区北太芝府公園で開かれた、安全推進イベントで118番通報の周知活動に携わった。 7月にハイオワールド、鹿児島水族館で開かれたイベントで、ライフジャケットの着用などを呼びかけた8月には、鹿児島県庁で行われた、贈呈式にメンバー7人で出席し、本場大島紬よりもの共同組合から、大島紬で作った趣旨を送られ、県庁内でライブを実施した。10月には、鹿児島市交通局の市電、青パト電車の出発式に出席し、 地元の幼稚園児らに防犯標語、イカのお寿司の意味を説明するなどしたほか、一般希望者も見学できる、海上保安庁の海上総合訓練では、訓練終了後にお隅戦場でライブが行われた。また、県外への進出も積極的に行われた。5月に NHK ラジオが東京、渋谷で開いた UMU ご当地アイドルフェスティバルに九州から 唯一選ばれ、5月と7月に NHK ラジオに出演した。6月からは、鹿児島県の観光 PR のため、日本一周。鹿児島 p r ワンギャ。開始した。3年を目途に47都道府県を訪問する計画である。その後、大阪や名古屋、広島など10都市で、鹿児島を PR。9月には、JR 博多駅で開かれた。 鹿児島観光物産展でライブを行っている。3月8日に、鹿児島市内にて、ライブ活動で集めた募金などを、東日本大震災の被災地に届ける出発式を行い、宮城県気仙沼市に向かった。同月11日、義援金と横断幕を、直接、気仙沼市長に手渡し、同じく支援活動を行っている。 鹿児島県出身の柏木幸をはじめとする AKB48 のメンバー6人と交流した。3月31日には、鹿児島中央駅のアミュ広場にて3期生、公開オーディションが行われ、新たに3期生が加わった。7月27.28日に開催される、世界最大のアイドルイベント、東京アイドルフェスティバルに初出場を果たす。8月に、 NHK 連続テレビ小説、アマちゃんで企画された、地元のローカルアイドルがご当地自慢を紹介する、町おこしキャンペーン、全国、マちゃんマップで、鹿児島県担当に選ばれた。7月、鹿児島県黒豚生産者協議会より、鹿児島黒豚応援隊また8月には、日頃活動拠点としている鹿児島の中心市街地天文館の11の通り会で、 構成されるウィーラブ天文館協議会より天文館公認アイドルとして任命される。9月14日から16日、福岡市の博多駅前で開催された、鹿児島観光物産展に昨年に続き参加。出展ブースに各メンバーが立ちシーン試食や商品、観光地の説明をし観光 PR アイドルとして存在を大いに発揮した。10月27日、 二期生理科卒業ライブ。4月、NHK キャンペーン、全国、アマチャンマップの後継企画、恋する、地元キャンペーンにおいても引き続き、鹿児島県担当に選ばれた。4月、足の不調を訴えていた友が、医療機関での診断の結果、一時、ステージパフォーマンス自粛になる。7月、ヨロンマリンカップに、セカンドミッションで優勝を飾り、その功績から、 ヨロン論党、ヨロ論パナウル王国観光大使に任命される。8月9日、メンバーが所属する、スターゲートプロモーションの公式ツイッターより、久保田彩乃が、S、アザンクロスとしての活動登録を解除されたことが、報告された。ショールーム、鹿児島枠、九州の主要駅をジャック。広告モデルオーディションとも1位。 掲載期間は2018年12月3日から12月9日の7日間を予定、掲載駅、JR 九州、鹿児島中央駅 JR 九州、鹿児島駅 JR 九州、伊集院駅 JR 九州、川内駅 JR 九州、梶木駅 JR 九州、早戸駅 JR 九州、国部駅 JR 九州、泉駅11月7日から13日路村。 イエル、プラス企画にて、ロソン全国ポスレジアンド店内放送に、及川直なおよりが登場。11月24日 UMU アワード2018、上記3つを、受賞12月22日、2020年、ご当地アイドル肩書ランキングベスト20で、第18位に選ばれる4月1日、結成10年を迎えて、ご当地アイドル伝道入りに認定された。 その他の元メンバー書きのオリジナルソングがある。この他、カバー曲として、AKB48 を中心に、SKE48 や NMB48、桃色クローバー Z、スーパーガールズなど、約30曲がある。2013年3月、メンバー内の、しおりと、エリカが、ハイスクールシンガーとして、ユニット名、セーラで、ドラマティック。 マイダーリンで配信デビューを果たした。ありがとうございます。